ははいこんにちは大野圭介です今日はですねロードバイクに乗ってて、まあ、レースとかにいる集団になったりすると思うんですけどその集団との前方と後方どっちがいいのかということについて話していきます。でまあこれ、まあ、どっちか絶対正解とか、まあ、そういうことはないんですけどまあただどこを走ったらどういうメリットがあるのかとかどこを走ればいいのかなってやっぱり気になりますよね。集団ってやっぱ大きいので前の方にいたり後ろの方にいたりしたら、まあ、全然。 えと走り方とかが、えー、と違うわけですでまあここの,その集団ではその前の方とか真ん中とか、まあ、いもう本当にいろんな位置があると思うんですけど、まあ、そこで大きくざっくりですね前方と後方っていうことに分けてまあとにかく一番前の方にいるのと一番後ろの方にいるのでどういう違いがあるのかなっていうことを、えー、話してみたいと思います、はいはい、では集団の前の方にいた場合ですね まあどういういいことがあるのかどうか、あとデメリットがあるのかについて、えっ、ー、と、話していきます。で、前の方にいた場合のメリット、やっぱまあこれですよね。ゴールに近い。まあ、後ろよりゴールに絶対近いので、じゃあ、そこから良いドンってなった場合は、当然前の方が有利ですよね。後ろよりは前の方が有利です。だから、勝ちたい場合は、まあ、途中、集団の後ろとか、真ん中の方にいたとしても、最終的には前の方に絶対行かなくてはいけないので、 まあ集団の前の方っていうのはゴールに近いってい、まあ、これはメリットの一つになります。でそれから落車に巻き込まれにくいですよね。落車に巻き込まれるっていうことは、その自分以外の人が落車をして、まあ、その結果自分も巻き込まれて落車しちゃうっていうことがやっぱりあるんですけど、えっと、集団の前の方にいれば、あのまあ、自分の前にいる人の人数が減っていくので、まああの 前にいる人数が少なければそれだけ落車する確率も低くなりますよねそれから前の方にいるってことはやっぱり前方の視野が確保しやすい人がごちゃごちゃいる後方よりも前の方にいるとちゃんとコースとかが見れるのでその分落車とかはしにくいですよねあと中切れのリスクがやっぱり減りますで前の方にいれば前の方にいたとしてもじゃあ前の数人が 飛び出してしまって追いつけないってことはやっぱりないわけじゃないんですけどそれでも自分より前にいる人の人数が少なければそれだけな限りのリスクは減りますよねであとこれもありますねえっ、ー、とコーナーに入るに、えー、ときにえっと急なコーナーの場合ってやっぱり結構ブレーキで減速をするんですけども集団の前の方にいればいるほどその減速っていうのは少なくて済みます後ろの方にいればいるほどもう本当に止まるところまで 足をつい,ちゃうついちゃうことって、まあ、あんまりないんですけど足をつくギリギリぐらいまで、えー、とブレーキで減速するっていうことが集団の後ろの方だとやっぱり結構あるんですね <laughs> でそれから先頭交代でスピードの調整が、えー、できると,、えー、と先頭交代をするとき、えー、にやっぱり、えー、と集団の前の方にいるっていうことは、えー、とそれだけ先頭を引くこともあるっていうことですね えと先頭引くっていうことは、まあ、その引いてる間はやっぱり自分がペースを作れるのでまあ上げるとかペースを上げるとかペースを下げるとか、えー、とそういうことが、えー、とある程度できるようになりますであとこれは上りが苦手な人に関しては、まあ、ちょっとメリットだと思うんですけど、えー、と先頭で上りに入ると、まあ、じわじわ順位を落とすことでパワーを節約できるってことなんですけど、えー、とこれあの 例えば上り,りに入る前まで先頭を引いておいて上りになった時にまあ先頭交代って言って次の人にバトンタッチをした後に、えー、ちょっとずつパワーを弱くちょっとパワーを弱くしてでちょっとずつ順位を落としながら、えー、まあ上りきったところで例えば集団のまあ真ん中ぐらいまで落ちていくようなそういう登り方をすることがありますそうすると、えー、まあ山を登りきった時に順位を落とすんですけど山を登る時にパワーを節約することが できますね特にこれ平坦は得意なんだけどちょっと上りが苦手だな上りであまりパワーを使いたくないっていう時にはこういう方法が有効だったりしますこういうところでやっぱりちょっとずつ節約するエネルギーを節約するってことはやっぱり大事ですね、はい、では一応デメリットについても話しておくと戦闘交代にやっぱり加わるわけです戦闘の集団の前の方にいるってことは戦闘交代に加わる。 ことがどうしてもありますっていうことは、その分エネルギーを使うことが多いですね、やっぱり、戦闘の前の方にいたら、やっぱり、引けようみたいな形になるので、エネルギーを使うということが多くなります。で、それから、集団の中で戦闘っていうのは、集団にいればとあと空気抵抗は少ないんですけど、それでも集団の前の方っていうのは、割と風を、集団の中としては割と風を受ける。 ほうですねだから、えーまあ、真ん中とか後ろの方に比べると、まあ、若干空気抵抗が大きいです、はい、であとはその集団の位置取りに注意してないとえ結構すぐ後ろに下がってしまうんですね、えー、で集団の前の方にいる人っていうのはやっぱりみんな前の方にいたいわけですだからちょっと,、えー、と隙間があったりするとそこに入ってきたりするっていうことが、えー、とあるわけですで、えー そうならないようにあの当然前との距離は、まあ、ちょっとはもちろん詰めておく必要があるんですけどもそれが例えばものすごくちょっとものすごくって言っても、まあ、そんな長い距離じゃないですけどねあの前との距離が空いてしまうと空いてるところにやっぱり安全を確認してスルッと入ってくるって人はやっぱりいるのでそうすると自分の順位が下がっちゃいますよねということの連続なんですよ。 だから自分の位置取りには結構注意をしていないとどん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 後ろの方に下がっていってしまうので集団の前の方にいるっていうことは結構周りに注意を払っていないといけなくなってしまうまあ頭を使うってことですよねそういうことになりますはいじゃあこれが僕が感じた集団の前方の方にいるメリットとデメリットなんですけど次後方の方に行ってみます集団の後ろの方にいる時のメリットなんですけどはいこれ位置取りを まあ気にす一番後ろにいるということは自分の後ろには、まあ、あまり人がいないですいないわけじゃないですけどほとんどいないので、まあ、これ以上抜かされる必要がないので、まあ、はっきり言って前だけ見て前との間隔をどうしようかなとか、えー、そういうことだけ気をつけてればいいので位置取りについては後の方はあまり気にする必要がないので、まあ、気が楽ですね。で結構これ僕好きなんですよあの走っている時に、まあ、あまり横の人との距離とかを考えてピリピリして走るのってあんま好きじゃなくて僕は この理由で集団の後ろの方にいるってことが結構好きです。はい、で集団の後ろの方ってやっぱり本当にあの風の抵抗が少ないんですね。前方の方に比べればやっぱり少ないので、まあ、これも一つのメリットですね、はいで。コーナーでどっちにしろ、えー、と詰まっちゃうなら後方,すみません後方の感じが間違ってます。後ろで走るのも、えー、ありですね、えーと。コーナーに入る、ちょっときついコーナーに入るときは、 もうみんなブレーキすするわけですよでどっちにしろ、えー、とその集団の本当に前方の何人か以外は全員ブレーキしてとでほとんど止まるようになってしまうぐらい結構きついコーナーがあってそういう時やっぱみんなほ,ほぼ止まるんですね。でそういうコーナーだったらもうどこにでも一緒なのでじゃあいっそのこと後方でもうゆっくり走ってもうコーナーでみんなが詰まってるところに、まあ、ちょっと遅れてやっと追いつきましたよっていうぐらいで走るっていうのもあるんです。 はい、でそれから、後ろにいるということは集団の状態が結構見れるということなので、まあ、後ろからある程度、まあ、状況を確認しながら今、こういう状況なのねというのを確認しながら走るというのも1つの手です、えー。というのが集団広報のメリットでしたであと、デメリットなんですけどこれ,です、ね、これはちょっとどうしようもないんですけどどうしようもないというのは自分でコントロールできないという意味ではどうしようもないんですけど落車にやっぱり巻き込まれやすいですね。 でえっと、集団のほとんどの人が自分より前にいるわけなのでそこで1人でも落車をしてしまうともうその人より後ろの人は全部、まあ、落車に巻き込まれて、まあ、巻き込まれてって直接、えー、接触はしなくても大ブレーキしてしまったりします。でこれはやっぱりどうしようもないですね集団の後ろで走る以上これはありますでそれから中切れです、えー、これもあの自分でやっぱりどうしてもコントロールできないところ。 えですね、どっかで、えー、と切れてしまうとあのまず集団の中で自分がその上に上がっていかないとその、まあ、中切れしたところまでまず上がんなきゃいけないし中切れし,し,してからさらに前の集団に追いつくためにまた足を使わなきゃいけなかったりと,と中切れしてしまうとやっぱりなかなか、えー、と大変です、はい、でしかも中切れってその自分がどんなに頑張っても えー、別の人が中切れさせるわけですからもう自分では結構コントロールできないので、えー、中切れが起きてしまった時は結構大変です。はい、であと、えー、結構狭いコースだったり、えー、入り組んだりすると先頭が見えないっていうことがあるので、えー、そうすると何が起こってるのかはっきり分からないで何が起こってるのか分からない間に実は落車しててブレーキとか、えー、中切れがあったってなってしまうとな,なんだかよく分かんないけどもうレース終わっちゃったみたいな、えー、そういうことが。 えー、あったりもします、はい、でそれからもう一つこれは結構コースによるんですけど、えー、と結構ストップアンドゴーが多いコースだと強烈なインターバルがかかってて後ろにいればいるほど体力を使ってしまうという,いうことがありますねで集団の後ろでいることのメリットってこういうのがあるじゃないですか集団の後ろだと本当に空気抵抗が小さいってこれはメリットなんですけどコースによってはこのメリットがだからほとんどなくなってしまう わけですね、コースによってもしあのコーナーとかでもう集団が詰まってその後一気に加速するそうすると集団が一気に縦に伸びてそれを追いかけるためにすごく、えー、速いスピードで走って加速してってやんなきゃいけないってものすごいインターバルがかかって辛いっていうことがありますだからこういうコースだったらもうさっさと前の方に上がってしまうっていうのがいいですはっきり言ってこれ辛いですこれ後ろの方に走る,の走るっていうのは辛い、えー、ですねということで まあこの動画では、まあ、集団の前方と後方のメリット、それぞれのメリットとデメリットについて、えっ、ー、と、話しました。ちなみに僕は、えっ、ー、と、まあ、ゆっくり走れるっていうこともあって、集団の後ろの方が好きなので、まあ、結構いろんなレースで割と後ろの方でゆっくりしていることが多いんですけど、まあ、こういうメリットとデメリットがあるということで、まあ、参考にしてみてください。では、この動画を終わりにします。ありがとうございました。